京香さん、岐阜工体育大学。第4レーン、池崎愛理さん、順天堂大学。第5レーン、中谷希理子さん、筑波大学。第6レーン、岐阜市立さん、順天堂大学。日本体育大学。第8レーン、河田美優さん、立教大学。第9レーン、竹内真理さん、早稲田大学。以上、9名の出場です。女子 800m 競歩準決勝第1組スタートしました。注目はランキングトップの4レーンを走る順天堂大学池崎さん。昨年の本大会で優勝を果たしております。また9レーン筑波大学の竹内さんは昨年の日本学生個人選手権大会で準優勝。2組6レーンの慶応義塾大学横井さんはランキング2位。こういった選手を中心にレースが展開されております。続いて日本体育大学志村さん。次には写真判定中の速報です。